かほかなうちにいただきますと。いやー、いい景色ですね。確かにですねいい景色ですねってコメント来てから山に見えちゃいました景色いいですね。皆さん最近肉まん食べました？私はもうしょっちゅう最近食べてます。レジ前にあるじゃないですか。もうさす、もういざなわれるかのように買っちゃいます。最近はもうキレートレモンと肉まんのコンビが多いですね。最近皆さん何食べてますか？何飲んでますか？最近食べてないなと、この時期とても美味しく感じると思うので、ね、お楽しみください。やっぱり私肉まん買っちゃうんですよね。あんまんもいいなと思いながらも肉まんかなって買っちゃいます。肉まんかおでんで迷う。おでんも食べたいです。おでん食べました？皆さん。あ、カレーまんなら、あとあのコンビニによっても中華のフェアでちょっと具が変わってるものとか売ってたりするじゃないですか。あれも食べたいなと思いつつ王道の肉まんを頼んでしまう自分がいます。なんかルーローパンまんでしたっけ、なんかちょっと中華っぽい、中華まんだからっていうのがちょっと台湾っぽい感じかなのが売ってたんですけれども、冒険せずに私いつも肉まん買っちゃうんですよね。わかります？王道ですよね。私いつも似たようなメニューばっかりになっていいのかなと思いながらも、まあ、自分がいいんだからいいやと思ってもうあの同じお店で同じものを食べていることが多いですね。まあ、冒険もしたい気持ちもあります。では続いていきましょう。